納得したものの恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛攻死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。川辺に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。猛虎が来る。川から離れろ。猛虎が来る。川から離れろ。Yeah!
ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。坂井様、これだけの大敗ならば蒙古が戻ることはなかろう。
こたびのご恩、決して忘れません。この勝利を広めよう。民も安心するだろう。櫛寺は一度ならず二度目でも敵を跳ねのけた。島中の寺が奮い立つことでしょう。これからどうする？赤島の僧が気がかりです。寺には戻らずここに来ましたから。戻ってやれ。俺も参ろう。早く本堂を調べましょう。そんな、兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。
浪人に襲われておる。誰か。もし。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。そろそろだ。誰が相手だ。さあ、褒美を返そう。試しと行くぞ。誰たちをよこせ。逃がしません。
お見事でございました。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。お強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。サンタがおるはずだ。かかってこい。
お侍、俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。コモダの浜で猛虎がお侍に勝てたのは、鎧を整えてもよろしいでしょうか。また来よう。